はい、どうも皆さんこんにちは、トミエと申します。じゃあね、今日も早速なんですけど、ときめも GS3 実況プレイ元気に楽しくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、今日のデートなんですけどね、前ね、義理の弟のルカ君とこっそり行ったね、あの牧場なんですけど、なぜか同じ場所にね、本命のこうちゃんから誘われるっていうねちょっと怪しい事態が起きてるんですけど、まあいいや、とりあえずね、服装をこうちゃん好みのビビットにして、これはあれかな、アウターとボトム変えれば大丈夫だよね。とこの派手な蛍光ショートジャケットを着てビビットになって、でボトムをじゃああれかな、メンススカートで、あね、ウルトラビビットになったので、じゃああ、そうだそうだ、まだこうちゃんが反応してくれてないね、えプレゼントでもらったと桜草のリングをつけていきたいと思います。よし、じゃあはい、これで決定です。今んとこね、指輪に全然触れてくれないよね、こうちゃんがね。あ、遅くなっちゃった、ごめん、ごめんね、待たせちゃって。なんかあったのか。あら、心配されて余計に罪悪感。うん、そうじゃないけど。心配かけんじゃねえよ。行くぞ。ね、ありがとう。どうした。じゃあ行こう行こう。なんだよ、よいしょ。おいおい、またか。あら、そういえば指輪に触れてくれないの。あ、なんだ、つけてきたのかそれ。お、もしかして指輪。うん、だってせっかく奥にもらったんだし。あ、やっと指輪に反応してくれた。だからって今日つけてこなくてもいいだろうが。あ、なんか照れくせえぞ。ねえ、照れてるこうちゃんかわいい。ねえ、つけてきて正解。照れなくたっていいのになって。ねえ、これは照れてるこうちゃん楽しいものですよ。ねえ、ということで行きたいと思います。またお馬さんと戯れるのかな。だりーな。え、こんなとこで何すんだ。私を誘ったのはあなたなんですけどこうちゃん。こうちゃん、なんだ。おい、ね、これ近すぎだ。文句言ってないで行くよ、ほら。まあいいけどよ。いいのね。ねえ、せっかく来たんだから、ほら行こう。あら、今度はこうちゃんが馬にまたがって現れたりしないのかな。おい、 お、 お前馬好きか。あ、はいね、馬も可愛いしね、あと馬に乗ってる人も好きだし、あとね、馬並みの人も好きです。うん、好きだよ。なんだ。おい、これ近すぎだ。うん、好きだ。いや、あら、どうにもな。あら、今のスマイルはダメ。あら、可愛いよね。近くに来ると怖いかも。これはなんか恐怖におののいてるブスだよね。かっこいいよね。正直可愛いよねとかっこいいよね、どっちもいい気がするんだけど。じゃああれかな、リアルの僕だったら、おお、かっこいいよねっていうよりはね、多分おかまわらして、ああ可愛いって言うと思うから、じゃあ可愛いよねでいいかな。おお、特に目がな。うん、頭もいいぞあいつら。あ、うん、クリス君は頭良くないと思うけどね。え、今の反応でよかった。おい、これ近すぎだ。よかった、今の反応で。おい、あら、お前の飽きるまでやる。どうだったの。あ、よかった。僕てっきり可愛いはなんかこうちゃんにはぶりっこすぎるかなってちょっと心配だったんだけど、よかった、バッチリ好印象。ん、スチールかな。楽しかったな、今日のデートも。もう終わりかな。何この白い斑点。あれ、おい、手出せ。え、何このモード、手つなぐってこと。え、じゃあ、え、あ、え、じゃあ手をつなぐコマンドやってみる。え、何これ。なんだ、アプローチモード。え、手をつなぐ。あ、今のは成功ってこと。はい、バカ、素直に出すな。あれ、言われた通りにしたのに。あれ、失敗。え、何これ。え、次で笑ってみる。え、もうちょい筋肉つけるか。あれあれ、締まりのない笑顔だった。うん、え、どうしたんだよ。じゃあいたずらしてみる。いたずら。お、今のいい感じ。バカって言おうがバカなんだから。お手お、出しちまったじゃねえか。え、
嘘。え、とうとうこの小悪魔、こうちゃんにお手させたの？え、恐ろしい。こうくんと仲良くなれたかもって手なずけたの間違いじゃない？何今の。よし、その面なら満足したみてえだな。あ、割と満足今のは。どうした。え、でもなんだ、ね、おい、これ近すぎだ。もっといいとこ行こうよ。まだ物足んねえな。ねえ、お前は。全然足りない。おう、お前まだ時間あるか。あ、あるあるある。どうした、時間あるよ。なんだ、おい、これ近すぎだ。え、ちょっと意地悪してみよう。ねえ、ホテル行こうよ。危ねえだろ。あら、私とホテル行くと危ないの？うん、大丈夫だよ。また海に連れてかれるのかな。よし、あ、じゃあ移動するか。はい、じゃあね、またどうした。海、なんだ、海辺に行きますか。おい、これ近すぎだ。もっと腕回せ。お、もっとだ。ねえ、寒いし、じゃあね、腕組んでいこう。うん、今日は何の質問しよう。うん、楽しいとこ、時間の感覚がおかしくなって仕方ねえ。あれ、もしかしてこれ大石キーボードってやつ。え、どうしようこれ。え、あ、あれ、いきなりくっつくになる。え、じゃあ、え、にっこり。あ、お、なんだよ、いい感じ。え、じゃあ、え、あ、やっぱりくっつくになっちゃう。え、じゃあ触れる。ま、安心しとけ。あ、段階を踏んでいくってこと。え、いたずら。上等だ。あら、覚えてろよ。これは違う。え、じゃあくっつく。マジになんぞ。あれ、これも違う。え、じゃあ意地悪。あれ、もうしょうがねえな。ちょっとあんた何が好きなの。見つめる。お前は。あれ、ああ、この匂いだ。え、匂い。え、ちょっとやだ。手をつかず。バカップルだこれ。あ、やだ。バカップル。え、じゃあ見つめる。なんだ、やんのか。このハートと星がいっぱい出たらいいのね。手をつかず。悪い。あら、加減が効かねえ。ま、あれ、安心しとけ。じゃあくっつく。マジになんぞ。あら、違う。え、じゃあ見つめる。メーター、振り切んぞ。あら、おう、ついたか。あれ、 29% までしかいかなかったんだけど。あれ、今のでよかったの。礼言うほどのことじゃねえ。うん、じゃあな。あ、じゃあね。どうした、今のでよかったのかな。なんだ、おい、これ近すぎだ。最後にくっついとこう。今のでよかったの、私の。次はよ。うん、なんでもね。ねえ、次はもっといちゃここ。コウ君に送ってもらっちゃった。あれ、今のってやっぱ 100% に行かなきゃダメだったのかな。そう考えたら3割も行ってないってことでしょ。あ、コウちゃんからメール。あ、ねえ、じゃあ今日も大成功だったのかな。ねえ、ちょっと恥ずかしいけど嬉しいな。でもさっきの、難しいな。あ、なんかもはや小悪魔を通り越してなんか魔王みたいになってきたね。ということで、レベルが4に上がりました。じゃあ何をしようかな。あ、そうそう、あとさ、もう僕、あの先輩方がさ、卒業しちゃうから、あのね、設楽先輩と今度先輩ともデート1回ずつぐらいしておきたいなと思ってて、で、1月9日と1月23日の恋愛運が良さげだから、じゃあそこで2人を誘おうかな。うん、と、流行とかは変わってない。じゃあ今行楽が普通だったから、じゃあカレンちゃんと遊ぼうかな。うん、魅力上がるといいんだけど。あ、アクセサリーブレスにするの忘れた。あ、なんだ？ん？あれ、電話。お、ミオちゃんから。バンビ。はい。え、爆弾とかじゃないよね。どうしたの？今日水族館に行く。あ、おお。バンビも来て。あ、なんだ、遊びのお誘い？びっくりした。なんか爆弾ついたかと思った。とうとう。え、行く行く行く。じゃあ、うん、水族館で待ち合わせ。ねえ、女の子とね、遊びに行くのなんか楽しそう。それはそれで、また後でね。どんな感じなんだろう、みおちゃんとのデート。
ちょっと楽しみ。楽しかった。あれ あれ楽しかったって終わったの？ふふ、ミオの水槽を覗く顔すごく真剣になった。あれ見てたの？うん、見てたよ。いや、見てないけどねえ、ごめん。でも大丈夫、可愛かったよ。やっぱり一人で来ればよかった。そんなこと言わないでねえ冗談。あら、一人で来るよりずっと楽しかった。いやー、もうほんと、もうほんとミオちゃんはね、もうほんとに可愛いわ。ほんとねえ、なんで彼氏いないんだろう。いるのかな。もうランビ、んこれ何？今売店で買ったのペンスタンド。うん、可愛かったから。あ、今日付き合ってくれた、お礼くれるの？いや、もちろんね。まあ、せっかく買ってくれたんだから受け取ります。ね、イルカだ、可愛い、と、イルカのペンスタンドをもらった。ん、なんだか勉強ができそうな気がする。あ、また付き合って。うん、バイバイミオちゃん、バイバイ、ありがとう。あと、あれかな、もしかして学力上がったのかな。うんと、元の数値を見てないから分かんないんだけど、上がったのかな、学力あと、そっか、普通に日曜日が今ので潰れちゃったから。あ、でも今日良かった、祝日で。じゃあね、あの、あ、ラッキーアイテムはブレスでいいのかな。じゃあちょっとね、先輩方をデートに誘いたいと思います。よいしょ。で、まず最初はとね、楽しみはね、最後にとっといて、まずはじゃあね、あの、くねくね先輩をね、デートに誘おうかな。したらです。あ、どうも。こうやってデートのお誘いね、いつぶりだろうね。おかまですけど。なんだ、お前か、どうした？相変わらず。でね、コメントで結構流れてた商店街でもさ、あの、OK してくれるの先輩？美術館とかならわかるんだけど。まあでもね、あの、リクエストにはね、できるだけ答えていこうっていう感じなんで、じゃあ商店街に行ってみようか。でも嫌いそうだから断られそう。もう期間が短いんで、16日にショッピングに行きませんか？断らないで。ふん？どうなの？別にいいよ。あら？暇だし。あら？ダメかと思った。でも OK？ わかった。まあ、楽しみにしとく。あら？しかも楽しみにしとくだって。あら、珍しい。あら、でもシックな服なんて一着もないんじゃない？さすがにね、ビビットとかセクシーはあったけど、あとナチュラルもあったか、シックなんてあったかな。と、今週は恋愛運だけがにっこりだから、じゃあ少しは魅力も上げなきゃね、ってことで上げていきたいと思います。ほんと魅力だけがダントツ低いね。ん？俺カンニングなんてしないよ。あら、この声はね、綺麗なすぎた。あれ、ルカ君と、あ、ヒムロッチ。それはそうだろう。トイ X を解いたのは君だけだ。お、え、何？唯一解けたのがルカ君だけってこと？え、ルカ君分かったの？っていうか、誰も解けなかった問題をルカ君だけが解けたの？あ、富江ちゃん。うん、どうもどうも、杉田さん。うん？あ、どうも、小安さん。ねえ、すいません、でも、絶対に解けない問いなどない。ああ、しかし高校数学の範囲ではないから、あ、点数には反映しないことにしている。そうなんですか？てか、それを何でリュカ君が解けたの？すごい。もっと言って。ああ、俺算数得意。え、何者なの本当？すごいね。しかしどうにも腑に落ちない点がある。何？問 X に限らずだが、ああ、君の答案用紙には裏面や余白に全くメモ書きが見当たらない。え何？頭の中で全部できちゃうの？そうなの？まあね。え、何の躊躇もなく、ああ、
いきなり貝が書かれているように見える。うん、どういうことだ。ねえ、どういう脳の仕組みしてんの。え、一方通行さん。それは、うん、うん、シャーペンの芯がもったいないから。そんな理由。結構高いんだよ芯。ちょっとルカ君の誕生日プレゼント、じゃあ芯にする。うん、なるほどな。うん、よくわかった。言ってよろしい。よくわかったっていうか、なんかやっぱり天才なのルカ君って。ひょっとして。そんじゃ。はい。そうだ桜井。はい。うん、うん、てか今日の絡みずいぶん長いね。シャーペンの芯を使うに値する問題をすぐに用意しよう。楽しみにしていなさい。もう誰も解けないんじゃないの。き、当たったのに宿題出された。うわー、レベルの高いなんか話なんですけどね。えルカ君ってやっぱりすごいんだね。あら、まさに天然物の天才だね。ここにもあれ文武両道がいたのね。ん、あ、こう、あ、でね、これで、ね、ちょっとニックネームをさ、そろそろさ、僕こうちゃんにしたい。大丈夫だよね、すごい多分好かれてるだろうし。で、じゃあどうしよう、一緒に帰ろう。なんか特別会はないかな、こうちゃん。おい、もう少し小さい声で呼べ。どうして。あら、またね、バカでかい声で叫んだのかな。あのね、一緒に帰らない。俺とか。うん、あ、まあ構わねえけどよ。よかった。ねえ、じゃあ帰ろう。あら、どうしたの。なんでもない、行くぞ。うん、ねえ、あら、バイクで帰るだったらどうしよう。あれ、私忘れ物しちゃったかも、ちょっと待ってて。 あら、何やってんの、ブスだね。何忘れたんだろう。あれ。え、こうちゃん帰っちゃったんだ。え、置いてけぼり食らった。え、見捨てられた。はて、こういちくん捕まえた。あれ、もしかしてこの声はよたかどえ、え、ごぼうくん。アホの弟はどうした。あ、もしかしてこれはあのちょっといけるガチムチの子。てめえらも知ったことか。え、ルカ君の次は何。こ、え、こうちゃん。え、あ、一人か。やだ、運が悪いな、こういちよ。やだ、やっぱりね、ごぼう君とね、いけるガチムチじゃん。え、運が悪いのはてめえらだ。ねえ、やめときなって。算数できねえのか、こら。2対1だろうが。あの、2対1対、あとね、もう一個ね、あの強力なね、あの召喚獣がいるんですよ。だからよ、身軽な俺は強えぞ。トミエちゃんも身重だけど強い。かっこええな。うわー、でっけえのはタッパだけじゃねえか。てか、また喧嘩。いいから来いや。あー、ねえ、やばい、また私が息の根を止めないと。豊殿、こうちゃん。それか、こういち。どうも妻です。知らねえよ。あ、今先生呼んだから。あれ、どっちを呼んだんだろう。先生か、そりゃ怖えや。何なのこいつは。待て、場所が悪い、俺ら帰るわ。あ、じゃあな、こいち。あら、今日は引き下がるの。あら、あれ、前は戦ったよね。なんだ、せっかく待機してたのに。ねえ、これは大接近モードじゃないよね。ねえ、こうちゃん、何やってるの。関係ねえだろ。いやいやいや、妻だし。ねえ、どうして喧嘩なんか。相手にしちゃダメだよ。ねえ、何の、何かの因縁があるの。ああ、それより、え、今日のことルカには黙ってろ。ええー、いいな。いや、むしろルカ君に言って二人で戦った方がいいんじゃないの。じゃあな。ええー、ねえ、三人でヨタカとね、ぶっ潰そうよ。ええー、なんかこれはあれかな、過去にやっぱり何かあったのかな。まあいいや。ということでね、今日はあのねえ、あの皆さん大好きなあのおくねくね先輩とね、デートに行きたいと思うんですけども、
ク？あ、流行を見とけばよかった。あー、失敗した。どうしよう。ねえ、あのシックがダメだ。せめて流行のものを取り入れたかったんだけど。流行がわかんない。どうしましょう。ダメだよね。どうしよう。派手なのはダメだよね、きっとね。じゃあナチュラルでどうかな。どうしよう。どうせならウルトラナチュラルとかになんないかな。あ、ダメだ。とんがり。もういいや。じゃあこのナチュラルな格好でいきたいと思います。大丈夫かな、この服装で。先輩はどんな服装で来るんだろう。遅れちゃった。設楽先輩は、ちょっと先輩待たせたらやばいんじゃないの。ごめんなさい。誠意が足りない。うわ、ほらもう早速怒ってる。ただでさえ不機嫌なのに。遅刻するんだったら全力疾走で来い。はい。それでも遅れたんなら許してやらないこともない。相変わらずね、上からだけど、まあまあ顔がニコッとしてからいいのかな。ということでどうしよう。なんだよ。じゃあまずはにっこりからやってみるか。愛想笑いのニコ。どこ見てるんだ。まさかのあなたもどこ見てるっていうの。きっと許してくれないだろうな。てかどうこの服装。あれ、ノーコメント。で、どこに行くんだ。あら、服装は全くダメだったのね。どこに行くんだ。なんだよ。どうしよう。じゃあどこに行きます。どこを見てるんだ。ん、どこ見てるが発動してるね。てんてんてん、どこ行くんだろう。でも商店街、この人と。もう、ん、それでいいだろう。それで、一緒にお買い物。今のはすごい投げやりな感じだったよね。どうした。これ騙しがあるから怖いんだよな。どこ見てんだよ。じゃあ見つめてみよう。おめえだよ。ぼーっとしてるぞ。全然聞かないね。そう、これね、ときメモシリーズ、これが怖いんだよね。ねえ、デートだから本当ですか、買っちゃおうかなって言って、たまにね、冗談で勧めたんだけど本当にそれがいいのって言われることもあるし、ねえ、本当に勧めてるのに似合いませんって言ったら、なんだよせっかく勧めてるのにって言われた時もあるし、でもさ、さっきのさ、もうそれでいいだろみたいなの、多分冗談で言ってるよね。似合わないと思います。どう。当たり前だろ。何本気にしてんだよ。よし、トラップ回避した、ね、どうした。どこを見てんだよ。トラップとかやめてください。ぼーっとしてるぞ。クリティカルだけどぼーっとしてるしか言われない。あ、何見るって。ここで見る。見る。まあその服いいんじゃないか。そういう落ち着いた感じの。あら、もっと着ろよ。あら、ありがとうございます。じゃあちょっと触れてみる。ハートも大きくなってし。どこを見てんだよ。じゃあちょっと触れてみよう。いけるかな、いけるかな、いけるかしら。触れる。バカだろお前。触れたらバカだろって言われたんだけど、どういうこと。バカだろ。どうしたんですか。結構歩いたな、うん、お前腹減ったんじゃないか。あら、なんかおごってくれるの。いやいや、おごってもらおう。ちょうどそこで食べ物売ってる。おうおう、一つ買ってきてやるから待ってろ。あら、なに、フォアグラ。ていうか先輩お腹空いてたんだ。なに、フォアグラ。なに。あら、意外と庶民的、たこ焼きこれ。ねえ、ダメですよ、冷まさないと。なに、たこ焼き食ったことないの。たこ焼きに夫婦はね、鰹節と青のりが乗ってたらしないでしょ。食べるのが難しい。お
爪楊枝一本じゃうまく安定しないし、えソースはベタベタするし、え、だね、たこ焼きに苦戦してるの？てか、たこ焼き初めて？大体これ、うん、ちゃんと焼けてるのか？いやいやいや、中ドロドロだぞ。ちょっとそれがいいのよ。え、このセレブにもんじゃ焼きとか見せたらびっくりするんじゃない？なんだこれ、オートブ使って言いそうだよね。え、初めてのたこ焼き悪いか？いや悪くはないんですけどねえ。他に類を見ない食感だな、生っぽいというか、そのくせソースの味ばかりだ。あれ、お気に召さなかった？ダメ庶民派は。で、どうなの？うん、うん、まあ悪くはない。あ今度うちのシェフに作ってもらうか。あ、結構気に入ったのね。てかねえ、何が入ってんだシェフの作るたこ焼き。あら、なんだか嬉しそう。ずっと食べてみたかったのかな。あらあら、じゃあたこ焼きバージンをロストしたの今のデートで。今日はまあまあ楽しめた。あら、あ、いや、あら、それなりにというか、う結構というか。あら、あれ、これ結構先輩にして褒めてくれてんじゃないの。あら、ほんと？なんだよ。ねえ、じゃあもう一回触れてみようか。どこ見てんだよ。あ、まあいいや、じゃあ2個デートしとこう。よかったね。もう帰るぞ。え？あら、そうですか。もうこんな時間か。え？しょうがない、送ってやる。送ってくれるの？どうした？あ、どうもありがとうございます。どこ見てんだよ。え、じゃあ待った、じゃあ、え、手つなげるかな、これ。ん？ねえ、よし、そういよ。そんなの嬉しくない。あら、あらららら、あら、お互い嫌ってるの？あら、でも結構楽しいデートだったわ。あ、ね、どうもすいません、今でね。散歩にちょうどよかった。ほうほうほう、じゃあな。あ、じゃあね。どうした？じゃあ最後はスマイルしとこうかな。どこ見てんだよ。と、じゃあありがとうございました。どこを見てるんだ。やっぱクリティカルでもダメなのね。ねえ、送ってもらっちゃったくねくねに。あら、商店街面白かったね。あ、しかもメールまで。どうなのくれたの？やられっぱなしは性に合わない、今に見てる。ん？果たし状？とうとう果たし状くらったねえ。ということで、あ、でもいいデートできたんじゃない、卒業前に。はい、じゃあね、と、次は玉尾さんをデートに誘いたいけど、それはじゃあ23日にやろうかな。ということで、じゃあ今週はじゃあ芸術頑張ろうかな。ということで、アイテムをまたブレスレットに装備して芸術を頑張りたいと思います。よし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 。てか、パラメーター上げもうちょっと頑張った方がいいかな。よし、まあでもね、もう先輩方卒業しちゃうから、うん、やっぱデート優先かな。よし、あー、芸術といえば振り込み出す薄い本全然書いてない、どうしよう。あら、いい、あら、こうちゃん、もしかしてこれはデートの誘い？こうちゃん、どうしたの？あ、次の日曜だからよ。あ、ちょっと付き合ってもらえねえかと。いや、正直言ってダメなんですけど。でも、もしお部屋デートだったらどうしよう。だから一応聞いてみよう。どこ、どこ連れてくれんの？あ、水族館行ってみようぜ。こうちゃん、ごめんね。あの、この前みおちゃんと行ったからね、あの、お部屋だったらあのホイホイついてくんですけど、今回はごめん。こうちゃん、結構断ってるね。どうしてもか。うん、そんな悲しい顔しないで。謝んな。うん、いや、うん、じゃあまた今度な。ごめんね、こうちゃん。なんかどんどん傷ついていってるようで怖いんだけど。それでね、玉尾さんを誘うってなかなかな女だね。あ、そういえばもうすぐ、あ、あら、すごいタイミング。じゃあもちろん買いに来ますねえ。買いに行かなきゃ。そうでね、玉尾さんはね、プレゼント簡単なんだよね。と、あ、はい、ねえ、分かりやすくて助かります、寝台特急のヘッドマーク。本当に鉄道が好きなんだろうね、きっとね。ねえ、プレゼントも用意したし、喜んでくれるでしょう。うん、これで外れだったらびっくりだわ。
いやー、魅力が本当に低いな。ん？次は何？お待たせ。あ、どうかした？ねえ、玉尾さん、ねえ、お誕生日おめでとうございます。もしかしてプレゼント？うん。ねえ、どうぞ開けてみて。どうや？これはいいな。でしょ？ちょうど欲しかったんだ。うん。どうもありがとう。ねえ、あ、よかった、いいものあげて。本当に僕の好みなんてよく知ってたな。それはもうね、この画面の上空を守るね、あのね、白い文字たちがね、いつも教えてくれるんでね、任せてください。ということで、この先輩はね、分かりやすいね。で、あとはデートオフ系してくれるかな。あとストレスがまたやばいな。こうちゃん、あら、こうちゃんどうしたの？ねえ、いらっしゃいませ。まだ読むな。あら、リュカ君には用はないの？どうかした？どうもしねえ。あ、俺が花屋に来ちゃいけねえのかよ。もしかして何、私を見に来てくれた？ねえ、ありがとう。ねえ、お花買うのってそうじゃないと思うけど。あ、いや、俺は、ほら、違うって。こうちゃんはね、あの、富江ちゃんの花びらを見に来てくれたんだって。それよこせ。あら、一番安いやつ。ごめん、なんか多分買う気はなかったと思うんだけど、なんか押し売りしちゃったね。ありがとうございましたって。ちょっと、おい、ルカには黙ったろ？あ、うん、黙っときます。あの、いよいよとね、隠しが、隠し事が多いんで。じゃあよ。はい、ね、多分見に来れたんだよね。ありがとう。わあ、なんかこんなね、いい彼氏をね、置き去りにして玉尾さんをデートに誘っていいものなのか。いや、いいでしょう。ねえ、だって卒業したんだもん。玉尾さんとどこ行こっかな。あ、でもせっかくだからまたスキー行く？今野です。あ、ね、どうも、おかまです。君か。うん、どうした？あのね、じゃあ久々にね、ゲレンデが溶けるほど恋がしたいということで、じゃあスキーに行こっか。確か先輩好きだったもんね。じゃあね、一緒にまたスキーに行きませんか？どうでしょうね、恋愛はいいはず、お願い。どう？彼を差し置いて僕でもいいのかな？え、ちょっとちょっと、こんなこと言うの？え、いや、いいんですよ。ねえ先輩、そんなこと言わないで。冗談。ねえ、いいよ。あ、どこで待ち合わせる？あ、オッケー、よかった。じゃあね、1月30日にバス停で、うん、構わない。それじゃあ、よかった。ねえ、早く1月30日が来ないかな。よかった。てか、これ寝なきゃやばいよね、多分ね。今週は、あ、健康がムッとしてるけど、でももう90超えたらやっぱり寝なきゃまずいよね。ということで、ちょっとあんまり気乗りしないけど寝ます、平日に。あー、やだー、また下がっちゃう。あー、魅力が、あー、下がる下がる、こんな下がるの？ちょっとちょっと、また70代になっちゃった。あ、ということで、もう時間がまた30分超えて33分か。え、じゃあ今日はね、じゃあ玉尾さんとのデート控えたこの状態で終わりにしとこうかな。じゃあね、あの、本当に皆さんいつもありがとうございます。じゃあまたね、1週間後ぐらいにね、あの、アップしたいと思うので、よろしくお願いします。ではね、あ、次は金曜日になるかもしれないな。じゃあちょっとね、あの、何曜日になるかね、詳しくなったら告知したいと思うんでね。じゃあ皆さん、どうもありがとうございました。ではまたね、1週間後に会いましょう。では。